ふさこ内親王とまさこ内親王ふさこ内親王は、陸軍の女性用の軍服を着用した白川ふさこは、日本の旧皇族。北白川の宮重久王の日。小称号は宮、衆宮皇族時代の名前は、衆宮ふさこ内親王聖久氏を希望しない心明治天皇の第七王女。母は、賢天寺、延章子。 大正天皇は、ボア兄、昭和天皇は、老い、上皇は、大老い、近上天皇は、祖鉄村にあたる。幼少時より、すぐ上の姉、上宮正子内親王と共に、高輪御殿で養育される。1904年、日露戦争の折には、姉妹で、前線没者の氏命、没地等を直筆で書いた名簿を、御殿の一室で祀っていた。その後、この直筆の名簿は、 靖国神社に奉納されている。1909年4月29日、北白川宮重久王と結婚する。同日君一等奉還賞を受賞。家庭的な両妻兼母で、聖久夫によく尽くした。1923年、聖久浦と共に、フランス留学中に、聖久夫の運転する車が事故を起こし聖、久夫は即死、房子も複雑骨折の大怪我をい、 このため以後は足が不自由となる。さらに、長男の永久王も1940年9月、猛虎で行われていた陸軍の演習中に自己死するという悲運に見舞われる。戦後は1947年に女性初の神宮祭主となり、神社本庁総裁も務める。同年10月14日、皇室天畔第11条一行により、皇籍を離脱しきた白川ふ子となる。 戦後の混乱期を実質的な女投資として、借家住まいなどの苦労を重ね財産の保持に尽力。旧宮家では、没落を免れた数少ない例となった。皇室関係者からは、明治天皇の御子として生まれながら、数々の不遇にも負けず生きてきた生き様を称賛して、皇族時代と同じように、房子大妃や、大妃様など呼ばれていたという。旧社格が豪者であった。 当時のふとしつつみだに神社の本殿新朝に、際しても、異例ながら、参拝並びに、新小僧一体、区は、新筆社明記、新筆和歌等を奉納している。1974年8月11日、老衰のため区内町病院にて死去。明治天皇の子女のうち戦後まで存命だったのは、彼女と妹の東、国里子のみだった。ウィキメディアコモンズには、北。 白川ふさこに関するカテゴリーがあります。性被差し王妃防止内親王に関するカテゴリー、ありがとうございます。